はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方からね、まあ、依頼、まあ、質問がありまして、その中で何かというと、まあ、いわゆるその懇親会、日本にいらっしゃるのであれば懇親会、ね、あの講演会、懇親会、まあ、オフ会ね、開催してくださいという声がね、結構高まってるんです。ただ、前にもね、お伝えさせていただいた通り、東京と大阪っていうのはね、東京大阪、東京が、大阪が9月ですよね。で、東京が、11月30日か、終わった時、開催させていただいたんだけど、今年はね、まあ、大阪もかなり多いじゃないですか。東京多くて、大阪も増えてるじゃないですか。その中で、コロナ禍でやっぱり、そのね、人々をいっぱい集めてやるっていうのは、ちょっと避けたいなと思ってるんです。だから今年は、落ち着いたら、まあ、海外渡航するのもありますから、しばらく、今年はちょっと大阪と東京ではやらない予定です。まあ、前回やった時はね、大阪で25名の方参加いただきまして、東京で34名かな、参加いただきました。で、東京は3回目、大阪で1回。で、名古屋は1回やったことあります。今から2年と、半年ぐらい前にやらさせていただいたんだけど、名古屋でも2回目のね、開催を望んでる方が結構いらっしゃるんです。名古屋でもぜひね、この機会だけやりたいと思ったんだけど、今、愛知県が結構、感染者多いじゃないですか。ね、178、180人ぐらいいるのかな。その中で、ね、人々を集めてやるっていうのは良くないと思って、名古屋に関しても、まあ、やりたいんですけどね。残念ながらちょっと今の段階ではやる予定はありません。これが、落ち着いてきた頃であればいいかなと思ってるんだけど、やはり今のね、ご時世がですので、やらないように思ってますので、まあ、今年ね、落ち着いてくる頃に開催できればとは思ってるんだけど、それに関してもね、歓迎させていただきます。で、浜松でやると浜松でもやってるとしても、例えば愛知から来られる方もいらっしゃるかもしれないんで、そう考えると避けた方がいいのかなと思って浜松でもやらない予定です。で、あとは、これからね、西日本を車で回る予定にはいるんだよね。ちょっと今様子見ながら行ってるんだけど、その中で、例えば、ね、福岡で帰国報告会、報告会というよりも、まあ、講演会というよりも、まあ、多分もうね、あれだけで懇親会、オフ会だけにしようと思ってるんだけど、それもね、開催の声があるんだけど、ちょっと今のご時世がね、まあ、福岡も今ちょっと増えましたよね、なんか最近ね。だからそれもちょっと今様子を見ながらということで、すごくそういう福岡での開催ね、九州の方々と山口に住まれてる方とかもいるのかな、あの辺りに住んでる方々が参加いただけるということで、ちょっとその辺りでね、福岡での開催も考えていたんだけどね、今まだちょっと考えてるところなんだけど、今後の状況次第かなって感じはします。だからこれから西日本に車で行ったとしてね、まあ、いわゆる感染者が多い県、今静岡県は11名がちょっと増えた、11名なんだけどね、感染者が多い愛知とかね、大阪とか兵庫とかは絶対もう車で通り抜けるだけにしようと思ってるんだけど、その中で感染者が少ないというところで、まあ四国なんかもね、意外にこのチャンネル見てる方も結構いらっしゃって、だけど多分そのどこか中心となるところね、松山とかね、高知でもいい、あの辺りやっとしてなかなか人がどれだけ集まるかなっていうのもあるところなんだけど、まあ、このチャンネル見てる方々は別個で会うってこともできますからね。うん。で、九州に関しては一応福岡が最大なので、まあ、鹿児島とかあの辺り熊本からの人だと結構遠くなってしまう。まあ、それは別個で会っていけばいいのかなと思ってて、で、その中で、まあ、福岡ということで、やりたいとは思ってるんだけどね。それに関してはね、ちょっともうちょっと考えてるところでございます。で、あとは、仙台ね。仙台、宮城、だから東北地方の方も見て、まあ、全国津々浦々、沖縄から北海道まで見てらっしゃるので、まあ、東北地方の方が少ないですよね。東北あたりでもと思ってて、それでやるならばやっぱり中心の宮城、仙台かなと思ってるんだけど、その中でね、まあ、もしね、参加されたい方いらっしゃったらということで、まあ、北海道に関してもそうです。北海道も今、最近でこそそんなにね、増えなくなってるからね、今、そんなでもないと思うんだけど、北海道が少し多いですよ。三桁ですよね。で、それもちょっと今考えてて、まあ、やるとしたら札幌なんだけど、多分その感染者多いのは札幌だと思うんです。他のところ、北海道も広いですので、結構離れたところってそんなでもないと思うんだけどね。まあ、やるとしたら札幌、今、Facebook の交流ある方、ね、このチャンネルを見ていただいている方が、千歳でお店をやられている方で、そこで、
千歳のね、ところで、とは思ってるんだけどね。これもまだ未定です。これやっぱりこれからの感染者がこれだけで同居次第なので、例えば自分が行ったとしても、やっぱりあんまり集まりすぎるも良くないじゃないですかね。だからそこはちょっと状況を見ながらということで、ご了承いただきたいと思うんだけど、もしね、もし、一応ね、これ、どのくらいの人数が集まるかっていうのをちょっと調査したいと思ってて、なので、一応ね、もし、例えば福岡、だ今考えているのは福岡と、あとは宮城、仙台ね、で、北海道、札幌、千歳かな、あの辺りでやりたい、3つの都市で今やりたいと思ってて、その中でもし参加を希望される方がいらっしゃったらね、こちらのチャンネル、説明書きのところに、E メールアドレス入れときますので、そこにね、参加、ね、もしやるのであれば参加したいという旨をね、記載してね、いただければと。人数把握という意味なので、これ別に、実際やるとしてもね、別に参加いただかなくてもいいわけであって、一応どのくらい集まるかっていうのを知りたいだけなので、ちょっとそのところね、まあ、お名前だけでもね、最低でもね、名字だけでもいいですから、記者の名前だけでもいいですから、いただければと思います。ということで、まあ、やるとしてもね、まあ、5月とか6月とかそのくらいかな。そしてその状況次第で、やらない予定ということでね、福岡でも行くとしても、やらない、あんまり人が集まるのもね、と思ってるので、そこだけちょっとご理解いただければと思うんだけど、とりあえず希望がある方は、メールアドレスにね、連絡いただければと思います。人数把握という意味でね、ちょっとやらさせていただきたいと思うので、どのくらい集まるかっていうところですね、お願いいたします。